ゃこんにちは。さあ豊さん、はい、あの交流戦から西武は渡辺久信監督代行が指揮を、はいね、はい、取ることになって、はい、まあ、初戦は白星とはならなかったんですけれども、松井稼頭央監督が休養に入るというニュースが出てちょっとびっくりしたんですよ、まあ、そうやな、はい、まあ、やりようがあったということだろうね、他にもね、まあ、それとやっぱり精神的なダメージ、うん、まあ、そういうのも大きかったのかなっていうような気はするけどもね。そうですよね、まあ、渡辺 GM がちょっと後をやるということなんだろうけども、監督経験者だからね。そうですね、だからいろんな手を打ってくるかなっていうような感じはしてるけども、うん、コルデロをまず上げて使って、はいはい、レフトファームではね状態が良かったっていうんだけども、うん、守備でね足を引っ張るような形にはなったし、うん、でもまあこれからじゃないの、まあ、まあそうですね、うん、これだからどういう野球に変わっていくのかっていうことだよね、うん、ただそのピッチャーはもともといいって言ってたのが、うん、打てないばっかりにそのピッチャーたちもおかしくなってるというかね、はい、だからまあチームのバランスは非常にもう悪くはなってるよね。そうですよね、うん、で飯田本部長が28日、これ交流戦試合前にバンテリンドームで取材に応じて、まあ、今回のこの判断について球団で何回も検討を重ねた結果の結論だと経緯を話された。ということはもう今時期ではなく結構前ぐらいから重ねて重ねてだったっていうことなんですか。まあまあそうだろうね、まあ、でもまあどういう形を取るのが一番ベストかっていうことを再三にわたり話し合ったということだろうね、はい、まあ、で今の形に落ち着いたということなんだろうけどさ、はい、でこの渡辺陣を監督代行に選んだ理由についてはこれまでの経験もあるし今の選手を GM として見てきているので分かっている、勝負感を持っているし勝負師としての厳しい面も持っている、 GM しかいないと話されたということで、例えば今まで他のチームでも監督が休養になると例えばヘッドコーチが監督代行だったり、うん、二軍監督が上がってきたりとなりましたけど、 GM がなるっていうのはこれはヘッドでもなくっていうのはどういう、まあ、GM っていうのはさ、はい、今までその野球経験者じゃない人たちが GM やってるところもあるよね、はい、いやだからその野球っていうのをあまりわからないっていうこともあったし、まあ、渡辺 GM ってさ、はい、選手上がりの GM だからさ、そうです、ね、でまあ監督も経験してると、うん、まあ適任じゃ適任だよね。それとやっぱ自分もその選手育成だとか、うん、いろんなところを見てきて、はい、まあ、選手全員にこう目は行き届いてるから、うん、これからいろんなことをこうやっていこうとしてるんじゃないのかなと思うけど、例えば一番そのベンチにも行って身近に見てた平石ヘッドコーチが監督代行というにならなかったのは、それはまた何かあったんですかね、競技の中で。まあそこも考えたんだと思うよ、うん、いや、 やっぱりそのままそのヘッドコーチが指揮を取ることが一番いいんじゃないかという、はい、そういう意見もあっただろうね、中にはね、うん、まあ、だけども一番ベストは誰かっていうことを考えたときに渡辺 GM になったということだけの話でさ、うん、まあそんなにそこら辺は深掘りする必要はないのかなっていうような感じはするけどもね。なるほど、まあ、それと平石も、まあ、楽天を辞めてソフトバンク行って松井稼頭央がやるから一緒にやるということで来て、うん、っていうことだからあんまりこうチームの最深部まで分かってはないよね、はい、うん、だから分かってる人にやっぱこう指揮は任したかったんじゃないのかなと思う。立ち直っていかなきゃいけないわけでしょこれから。でチームに対してのそのやっぱ深い愛情とかも含めて、うん、まあ、平石っていうのは言えば戸様だし、はい、やっぱ受け持っては受け持ったでやっぱ勝負に出ないといけないから、うん、まあ、育成というよりもやっぱ勝負ということを考えるとね、ちょっと今の状態では違うし、うん、勝負できる状態ではないしね、はい、で渡辺 GM だったら現状を立て直しながら、まあ、来期ということもいろいろ考えながら、まあ、選手起用っていうのもできるよね、うん、平石だったら多分できないと思う、少しでも取り戻そうとするから。そうですよね、うん、だから、まあ、そういう意味ではその渡辺 GM が、まあ、一番良かったのかなっていうのは気はするけどね。これ監督代行ということは、はい、今シーズンは最後まで渡辺監督で行くんですか。多分だけど、うん、そうなると思う。途中で変わるってことは、いやただそのオールスターの時に、はい、まあ、来季を引き取ってくれる人に預けるかもわからないよね。あ、オールスター、うんうんうん、だって GM 職と監督職ってなかなかやっぱ厳しいと思うよ。兼任はそうで
ですよね。兼任は厳しいと思うよ、うん、いやだからもしあれだったらもう監督専念にして GM を置くのか、はい、じゃないとやっぱ補強だとかね、うん、いろいろこう編成とか、はい、そういうことに支障をきたしたらいかんから、そうですね、だからまあ一番いいなと思うのは、うん、夏に、はい、オールスター明けに、はい、来季からこう指揮を取る人に、うんこう任しとけば、はい、ある程度選手は把握できるじゃん、うん、で今年という結果には、まあ、その目はつぶると、はい、もちろんね、うん、それはもう問わないと、うん、ただそのいろんな選手の特徴だとか、うん、いろんなことは分かっておいてほしいと、うん、いうようなことで進めていく方がいいかなと思うんだよね。あー、そうなんですね。いや、その方がやっぱ秋の練習もやるでしょ、キャンプもね、はい、まあ、その時にまた新監督ってなるとさ、うんうん、まだちょっとバタバタするかなっていうような感じもするし、はい、そういうふうな人材がいれば、はい、それを任してキャンプも何が足りなかった、まあ、バッティングっていうのは もちろん明確にはなってるんだけど、はい、バッティングの何が足りなかったのかっていうことも含めて後半からの、ね、指揮を取らした方がスムーズにいくような感じもするよね、うん、それと2軍とかも近い位置にあるから、はい、まあ、足も運べるだろうし、うん、まあ、そういうことも見ながらね、まあ、来季の構想を練ると一番いいのかなとは思うけども、はい、そうですね、うん、でもただファンとしてはやっぱりここからの巻き返しっていうところを図ってほしいというところで、はいはい、残り現時点で97試合、ただ借金が16あります。そうだ、はい、ただ渡辺監督代行はもちろんここから全然上を狙っていける位置にはまだいるということで、まあそういうしかないもんな、まあ、まあまあそうなんですけどね、うん、いやただ、はい、例えば16っていうのを返済するというよりも渡辺監督が指揮を取ってトータル5割になったと、うん、97、はい、残りがあるよね、はい、だからまあ100として50-50で、ね、うん、戦えれば来季っていうのはなんか見えてくるような感じがするじゃない、はい、だから16を返そうと思ったらとんでもないパワーと調子が必要だよ。そんな調子はね今の西武は保てない。よく例えばミラクルで起きて何十ゲーム差をひっくり返しての優勝とかあるじゃないですか。だからそれにはやっぱかなり その打撃力っていうのが必要だし、うん、まあ、ピッチャーはいいとしても、はい、でも平が離脱してる、そうです、ね、高橋光成が未だ勝てない、はい、こんなんでミラクルを起こせるかっていったら絶対起こせないよ。何なの？いや、まあこれは厳しいこと言うとね、うん、でもこっから渡辺 GM がチームを受け持ってあと100試合っていう風になった時に、50-50でとにかく行くぞって、うん、借金16はもう忘れろと、はい、その方が戦いやすいと思うよ。そうか、無理な設定をせずに5割で行こうと、うん、だから16はもう今までは忘れろと、うんうん、いうことでいいと思う、うん、じゃないと16なんてね返すととてもじゃないけど無理だよ。あ、やっぱそうなんですね。まあ、無理っていうかこれ諦めたら終わりなんだけども、うん、でも5割受け持ってから5割って16を増やさないの方が可能性は俺はあると思う。その間に来季に向けてどうチームを編成していくか、ね、っていうことですよね、うん、だからもう来季を意識した方が絶対にいいよチームとして。っていうことは、まあ、特に野手だと思うんですけど、野手を例えば2軍にいる選手、今1軍にいる選手どういうふうに使っていけばいいんですか。いやだからもうね、ある程度のベテランで、うん、まあ、党が立ってるって言ったら変だけども、はい、それはもう厳しくなるよね、うん、これはもうしょうがないよ、自分たちが招いたことだから、はい、である程度そのチームの不成績というのはそのベテランにかかる責任というのは必ずあるよね。若手にはかけられないし、まあ、そうなってくるとやっぱベテランは冷や飯を食う可能性があるという、だから危機感だよねこれはね。もう一生懸命やるしかないし、ただやっぱチャンスが訪れるとしたら若手だよね、まあ、例えば将来的に蛭間選手であったりとか、はい、まあ、蛭間はねもうチャンスをものにしようとしてるし、うん、一生懸命やってるしね、はい、だからその優秀な選手っていうのはいないこともないし、うん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 、絶対いるんだよ、うんうんうん、だからもう外国人使うよりは若手をどんどん抜擢した方がいいということだよ、はい。今ね、コルデロを上げて使ってますし、あとアギラもいますけど、うん、頼るのではなくもうちょっと若手を使って成長させる。あと補強っていうのは7月31日まであるんですけど、補強って誰を変えるの。あ、いないか、いないか。いやいや、そんないないと思うよ。だからもう現状をどうこうチームにしていくのか、うん、まあ例えばキャッチャー誰なのか、育てなきゃいけないのは古賀なのか、うん、ね、じゃあ古賀で行こう、うん、ファースト渡辺なのか、うんうん、それとも渡辺じゃ物足りない、うん、だからもう本当にね最下位食らったりとかいろいろすると、もう上は
勝つために非常になってくるから、うん、絶対に、はい、だから選手って安閑としてらんないんだよ、うん、使ってくれる若手も結果が出なかったらもうすぐ新しいのに変わるっていうことだよ、はい、だから本当に危機感を持ってやったら、うん、あの投手陣だから5割ぐらい死守していけると思うよ。伊藤さん、その16やっぱ完済するのは今のやっぱセブだったら非常に厳しいと。でその2022年の阪神連敗から大型連敗からスタートしたんですけれども、結果的に借金16は完済できたんですか。あ、矢野阪神って、はい、あの時は実力があったもん、選手たちが。かあの時に優勝候補に挙げる人間が誰がいたよ。ほとんどいたよ。そっかそっか。阪神は、はい、A クラスを外さなかった解説者ってたくさんいたから。選手が揃ってたってことで、今年の西武って優勝は上げてんの誰だよ。俺だけだよ、お前。俺が責任取るよ、お前。豊さんが監督代行言ってください。もうほとんどソフトバンクだよ、お前。そう、その中で豊さん上げてたんですもんね。いや、だって優勝できる投手陣がいるって、うん、打つ方はなんとかなると思ってたから。そうでしたね。ね、野球ってさ、6割7割がピッチャーのゲームだって言われてるんだよ。それがこうなるっていうことはよっぽど守りが悪いのか、うんうんうん、打てないのか。でも打てない打てないっていうさ、例えば巨人だとか阪神だとか、うん、そういうチームが勝っていってるじゃない。そうなんですよ。だやり方なんだよ結局。ということは今の西武もやり方次第ではその五分。ただ西武はどういうふうに若手を教育してるのかわからないけども、 そこが問題だと思うよ俺は。結局まあ二軍っていうことになるんです、うん、育成という部分も含めてね。例えば使おうと思ってた選手がすぐ怪我するとか、はいはい、これがどこに原因があるのかとか、まあいろいろあるよね問題点はね、探せば。確かに。あとは例えば FA でやっぱり主軸打ってた選手たちがどんどんやっぱり西武から毎年のようにいなくなって、まあまあそれもね、それなぜいなくなるのかっていうこともやっぱ分からなきゃいけないしね、はい、だから問題は山積みにあると思うけどもね、うん。なんか豊さんが期待したいこの渡辺監督代行になってからのキーマンとかいますか。例えば こういう選手出てこないととか、この選手に期待したいよ後半というか、ここからという。いや、それはもうバッターで言えば蛭間とか山村、うん、はい、でも山村も一塁駆け抜けた時に肉離れ、はい、こんなのはねちょっとありえないんだよね、うん。まあ、怪我だからもしょうがないよ。さ、ありえるかもわからないけども、若手でこれからチャンスって言った時にさ、そういう怪我されるとさ、うん、がっくりしちゃうよね。そうです、駆け抜けた時に、ね、お前何を鍛えてきてるんだっていう、うんうん、いうことなんだよ、はい。でもそれを言うとパワハラだって言うさ言われちゃうの、ね、言うだろ。いやだけど、いや実際問題さ、走って怪我するなんていうのはありえないから。まあ、試合中の飛び込んだりとかいうのはあったとしても、うん、なかなか駆け抜けた時にっていうのはもうないしね、うん。でも物は素晴らしい選手なんだよ、はい。だからそういう選手はたくさんいる。西川だってそうだよ、うん。そうです。じゃあどういう教え方をどういうふうにしてるのかっていう、うん、で厳しさはどこにあるのかとかさ、はい、そういうことなんだよ。やっぱね、勝つって厳しいよ。そうです、ね。でそれなりに責任を持てば若手だって、うん、厳しいことにも向き合うと思うんだよ、うん。はい、でもそれをやらさないと今、うん、それは無理だよ。他に勝とうなんて無理だよ、うん。でソフトバンクの体質ってやっぱりね、勝つために貪欲だよ、はい。でどれだけボールを飛ばすためにウエイトしてるかとかさ、うん、どれだけバットスイングを速くするためにどんなことをやってるかとかさ、うん、肌で感じるとね、やっぱすごいなと思うもん。でも各球団それをやってて、西武がやってないっていうわけではないけども、そこに甘さがあるんじゃないかとか、はい、そういうことは少し感じるところはあるよね。うん、西武って一時期本当三足打線で非常にね、素晴らしいこの打線のこう誇っていて、そろそろピッチャー王国になっていくよって言って、ピッチャー王国になった時に三足打線がなくなってしまったっていう、まあね、なんかこう二軍とか、そうなんか育ててなかったのかなとか、まあ、育てるっていうか、まあ、一応の指導はしてるんだろうけどもさ、うん、やっぱりちょっと違うんだろうな、その仕方っていうか、うん、はい、うん。だからそれは球団として正しいと思ってやってることが違ったということだよね、うん。そうですね。でピッチャーの進化についていけないっていう選手たちが、まあ、いたんだろうね。ああ、そういうことか、うん。だからそれはやっぱり指導者の責任でもあるし、うん、そうですね、うん。だから打ち方っていうのは速いボールが増えてくる、速い変化が増えてくる、うん、だからこういう打ち方をしとかなきゃいけないとかね、うん、
そういう先見の明というか、はい、そういうものがなかったのかもわからない、ね、うん、だからいつまでたってもおかわり君とか栗山だとか、はい、で頼るしかないんだもん。それじゃあちょっと厳しすぎますよね。なあ、うん、だからそこら辺は西武はねどう考えてるかどうか、はい、で、まあ、渡辺 GM がどういうふうに考えてるか、はい、で監督を受けなきゃいけない、うん、そりゃ嫌だと思うよ、ナベちゃんも。ああそりゃ嫌だよ。そうですよね。一時期監督として、ね、優勝もしたよとか、いろいろ一時代を築いて、はい、で GM という、ね、ポストに座って、うん、でまた戻らなきゃいけないのかってなると、まあ確かにね西武の功労者でもあるし、うん、一番愛情が深いかもわからないね、うん、西武に。だから辛いと思うけど頑張ってほしいなと思うよな。やっぱりあの昔からの西武ファンはやっぱり渡辺久信監督だった頃、あの中地がいて、おかわり君いて、畑岡選手いて、栗山選手いて、であの時の強い西武を作ってたのが渡辺久信監督って思うと、やっぱりもう一度強い西武をっていう意味でもいい戦いをっていうのをファンは渡辺、ね、監督代行にやっぱり期待したいっていう。俺らがね、うん、やっぱね西武が強い時って、まあ、石井さんがいたりだとか、はい、辻がセカンド守ってただとかね、まあいろいろこうベテランもね、すごい人がいて、ものすごい厳しかったよ監督広岡さんで。そりゃ厳しかったよ。だからやっぱこう勝つってやっぱ厳しいことなんだよね。だからその厳しさが戻ってきたら西武も復活すると思うし。なあ、ファンもやっぱり球場からね遠のいちゃってるなんていうのもちらほらあったりとかで、まあまあそれはね、やっぱ勝てないとね遠のくし、うん、また立地的に負け出すとちょっと遠のくのは分かるわ。都心の方はね、硬い、強くないと来てくれないよ。まあそうですよ、あそこには。そうか、まあそうですよね。立地的にやっぱりね、いいか悪いかって言ったら悪いからね。うん、そうなんですよ、ね、それは横浜スタジアムだとか、はい、神宮だとか東京ドームとか、もう駅近だから。そういや都心、本当に都心駅近だから。それは駅近かもわからないよ、うん、でも駅の終点じゃない。終点か、あれ。いや、ちょっと終点かどうかわからないですけど、立川エリアに住んでる方たちにとってみれば近いんですけど、やっぱ都心というふうになると若干アクセス的に悪いよな。車でもちょっとね、行きにくいよね。だからもう強くないと来てくれないということだよ。まあそこはね、やっぱはっきりしてますよね。それはもうしょうがない、ね、うん、だけど、はい、まあ一つの手をね、セーブは打ったわけだから、はい、ここからのちょっと変わり身に、うん、期待もしたいし、はい、借金16をね、うん、完済しろなんては言わないよ、はい、ただ渡辺 GM がやった時には5割ぐらいを死守していくみたいな、うん、そのぐらいの必死な戦い方をね、ちょっと見ていきたいよね。そうですね、うん、頑張って、はい、はい。